今釣れました。釣れました。はい、皆さんこんにちは。夢ごこチャンネルへようこそ。ゆきうさぎです。今回も大ごとダムで釣りをしてきたんですけれども、もうね、ここに映っている通り、またね、スピンテールジグ使ってやってきました。まあ結果はですね、4ヒットノーキャッチでした。本当にね、見事に全てバラしました。いやもう、自分が下手すぎて、ちょっとお見せするのも恥ずかしいぐらいなんですけど、いやでも、これだけね、ヒットがあったんで、まあ、それをね、すべて、釣り上げることができればね、相当な爆釣だったんですけど、まあ、見事にね、全部バラしました。まあ、その辺はね、私の腕の問題もあると思うんで、ちょっとね、今後、いろいろ試行錯誤しながらね、しっかり釣り上げられるように、練習も兼ねて、釣りの方は続けていきたいと思ってます。まあ、とりあえず動画を作りましたんで、ぜひ最後までお付き合いください。それでは、どうぞ。はい、デラックを使ってやっていこうと思うんですが、こちら、色はクラウンかな、4分の1オンスで、ちょっとね、この前使った時に片目取れちゃったんですけど、これ使ってやっていきたいと思います。ありましたぜ。慎重にバレた。なんだよもう。バレた。あ、やべえ、抜けた。あ、はい、というわけで、今回はバラシ動画です。ほんとすいませんね。こんな動画で。ただね、実際にこれだけヒット、まあ、あとはね、バイトがあるっていうことは、まあ、釣れるルアーであることは間違いないと思います。あと、釣り上げられるかどうかは、もう、腕次第。デラックに限らず、他
他のスピンテールジグも、まあ、釣れると思います。ちょっとね、今回構造スピンでも釣ってるんですけど、なんかちょっとね、動画にはなってなかったんで、なってなかったっていうか撮れてなかったんで、すいません、そこは申し訳ないです。全部ね、デラクの動画でしたね。まあ、これからの季節、やっぱりね、こう、まあ、地域とかね、場所によって若干変わるとは思うんですけど、やっぱりこう、まあ、表層からボトムまでね、幅広く、縦にも、横にも、探れるルアーっていうのは必要になってくるのかなって感じがしました。なんでね、もちろんこのスピンテールジグだけじゃなくて、まあ、メタルバイブとか、そこまで沈められるようなルアーを使って、あとはね、マックスピードで、探るレンジを調整しながら、ね、やっていけば、まあ、どこかしらの範囲でバスはいると思うんでね、うまくそこが合えば食ってくると思うんで、まあ本当にね、投げて巻くだけっていう簡単な作業なんで、まあ、そういうのがね、苦手な方にとってはちょっと退屈しちゃうような釣りになっちゃうと思うんですけど、確実に一本というかね、一匹釣り上げたいっていうのであれば、もう、とにかく粘り強くやっていけば、釣れると思うんで、うん、そうですね、試してみてもいいと思います。はい、それでは、今回はこれで終わります。最後までお付き合いいただきありがとうございます。